新幹線車両1両分の長さをご存知でしょうか。一般的に在来線車両、ミニ新幹線車両1両の長さは約20メートル、新幹線車両1両の長さは約25メートルとなっています。日本の新幹線で編成全体の長さが最も長いのは東海道新幹線で運転される N700系 新幹線。 N700系 新幹線は16両編成で運転されており、編成の長さは 404.7 メートル。次に長いのは東北新幹線で運転される E5 系と E6 系の連結時。両列車の連結時は17両編成で運転され、編成の長さは 401.65 メートルとなります。つまり最長で編成の長さは約400メートルとなるわけであり、ホームはそれ以上の長さが求められることになります。では新幹線が誕生した当初から16両17両編成で運転されていたのかというと、そうでもありません。世界初の高速鉄道東海道新幹線が開業した当初、12両編成で運転。東北新幹線も開業時は最大12両編成で運転されており、需要に合わせ少しずつ編成も長くなってきたのです。これまでほとんどの新幹線路線で利用する乗客は右肩上がりであり、特に東海道新幹線は訪日観光客も増加したこともあり、編成を長くしたり本数を増やす必要がありました。しかし最大16両まで対応として建設してしまった以上、これ以上編成を長くすることは不可能であり、本数も限界に来ていました。そこで東海道新幹線に余裕を作るため、リニア中央新幹線の開業が必要とされているのです。しかし新型コロナウイルスによって生活スタイルが急変した今、新幹線を運行する各社も編成の長さや本数を調整する対応に迫られています。最近だと E6 系単独によるはやぶさ号の運転、車両の老朽化により2階建て16両編成で運転が可能だった E4 系が引退し、代わりに12両編成の E7 系が投入されたりと、需要に合わせた動きが活発になっています。また過去には編成を長くしたことによってホームをはみ出して停車していた新幹線も存在します。今回は新幹線の編成の長さ、これからの新幹線需要について語っていきます。世界初の高速鉄道東海道新幹線の開業は1964年10月1日。開業時東海道新幹線で運転されていたのは0系12両編成。0系新幹線の先頭車両の長さは25メートル15センチ、中間車両の長さは25メートルちょうどであるため、12両編成の編成長は 300.3 メートル。当時の東海道新幹線の立ち位置としては、あくまで東海道本線の補完としての役割が強く、本数も、小玉号が毎時1本、光号が毎時1本、合計毎時2本内野で運転されていました。しかし、想定以上に乗客は急増していき、開業から5年後の1969年、編成を12両から16両に増結されます。これにより、建設時から使用しているホームは、全長360メートルしかなく、400メートルもの長さになる16両編成が入線するには、長さが足りていないため、東海道新幹線の各駅では、約70メートルほどホームを延長する工事を行います。現在の東京駅の東海道新幹線ホームの長さは約430メートルほど。これ以上長くすることは用地的にも厳しく、利用客の増加に対応するためには本数を増やすしかありません。2020年3月以降、のぞみ号が最大で毎時12本、光号で毎時2本、こだま号で毎時2本、合計最大毎時16本の列車が設定できる体制。また、1969年から現在まで、すべての列車が16両編成で運転されています。さて、日本で2番目に開業した山陽新幹線に着目してみましょう。山陽新幹線は1972年3月15日に新大阪岡山間が開業、約3年後の1975年3月10日に博多まで全線開業します。東海道新幹線の延長路線としての意味合いが強く、開業当初では一部時間帯を除いてこだま号を設定していませんでした。例えば山陽新幹線区間で主要駅のみ停車する現在ののぞみ号にあたるウエスト光号、現在の光号にあたる利用客が少ない駅を通過する A タイプの光号、現在のこだま号にあたる各駅に停車する B タイプの光号、
つまり、ほとんどを光号として運転し、東京駅まで直通していたのです。そのこともあり、山陽新幹線の開業時は、16両編成で運転される列車が多かったのです。しかし、山陽新幹線は東海道新幹線と比較すると、需要が少ないため、岡山以西は、毎時2本程度、16両編成ではほとんどが空席状態。1980年代に入ると、国鉄の財政状況が悪化したこともあり、ついに、1985年6月、小玉号用に改造した 0KR 編成が運転開始。0KR 編成は、6両編成であり、全車両が普通席。当時の新幹線では、最も短い編成だったことから、ミニ新幹線と呼ばれていました。現在、一般的に、ミニ新幹線は、新在直通を行っている山形新幹線と秋田新幹線に使われる E3系や E6系を指しますが、当時は 0KR 編成をミニ新幹線と呼んでいたのです。しかし、この 0KR 編成の誕生こそ、山陽新幹線の単編成化伝説の始まりだったのです。0KR 編成が誕生して4ヶ月後の1985年10月1日、国鉄が最後に生み出した新幹線車両、100系新幹線が営業運転開始。しかし、山陽新幹線区間に入るのは、当時の光3号と光28号の2本のみで、ほとんどが0系による運転でした。そんな、不遇の扱いを受けていた山陽新幹線ですが、国鉄が分割民営化され、JR 西日本が誕生すると同時に生まれ変わります。1987年4月1日、JR 西日本が誕生。翌年、1988年3月13日、航空会社との競合に打ち勝つべく、JR 西日本が所有する0系を改良し、ウエスト光号が誕生します。ウエスト光号とは、山陽新幹線区間のみ運転される光号を指します。さらに、1989年3月11日、100系V 編成によるグランド光号が運転開始。当時、100系新幹線の X 編成、G 編成は JR 東海しか所有しておらず、JR 西日本は0系しか所有していませんでした。そこで、ウエスト光に続き、航空機との競争力を強化すべく、旅客サービスの向上と所要時間短縮を目的に、JR 西日本が独自開発を行い、100系V 編成、いわゆる 100NK が誕生します。通常の100系とは違う点が多く、まず、2階建て車両を2両から4両に増結し、グリーン車を3両、食堂車1両という構成。最高時速は220キロから230キロに向上、また、将来的に時速270キロ運転を見据え、高速化に伴う車体負荷増加を考慮し、車体の耐圧性能を向上。歯車比を 2.41 から 2.17 に変更させ、高速化を実施するなど、スペックでも通常の100系とは異なっており、まさに JR 西日本が本気で開発した新幹線車両でした。しかし、最終的に騒音問題を解決できなかったため、時速270キロ運転は実施できず、1993年3月より運転を開始した300系のぞみ号の誕生により、徐々に活躍の場を失います。速達列車を外された100系V 編成は、経年劣化が激しかった 0KR 編成を置き換えるため、車両延命工事と単編成化改造を行います。そこで誕生したのが、6両編成の K 編成と4両編成の P 編成です。中でも、P 編成は4両であるため、全長は約100メートルほど。日本の新幹線史上、営業列車としては、一番短い編成でした。ちなみに、この P 編成は、信号システム上、新大阪駅には入線できなかったため、博多と岡山の間のみ運転されていました。そんな100系も、2012年3月16日に、臨時の光445号が運転され、100系の運用がすべて終了します。2021年現在、ウエスト光号は、光レールスター九州新幹線直通の桜号が引き継ぎ、小玉号は、8両編成の700系と500系が中心に運転されています。将来、北陸新幹線との直通運転を行う構想がありますが、現在の新大阪駅には、線路容量がないため、地下ホームを設置することも検討されています。次に、JR 東日本の各新幹線を見てみましょう。1982年6月23日に東北新幹線が開業、5ヶ月遅れて、11月15日に上越新幹線が開業します。開業時の編成長は、200系12両編成。東海道新幹線と比較して利用客は多くないため、
8両編成や10両編成など、編成長が需要に適正化された編成も誕生しました。そして、1991年6月に、東北新幹線は、東京駅に乗り入れることが決まっていたため、それを前にして、16両編成の 200kh 編成の導入を検討していました。しかし、16両編成では停車できない駅も存在していました。それが、東北新幹線の水沢江差駅です。東北新幹線の開業時、水沢江差駅は設置されていませんでしたが、開業から約3年後の1985年3月14日に開業します。とはいえ、東北新幹線の設計時点から、この位置に駅を建設することは、想定されていたため、この付近の高架橋は、増設部の鉄筋と圧接できるよう配慮されていました。また、当時の国鉄は、北海道まで新幹線が延伸された際、夜行運転を行うことが構想されていたため、その時は、運転整理場、水沢市内に駅を設置することが必要とされていました。開業時、2面2線の12両対応として建設されます。しかし、戦術の通り、東京駅に乗り入れる際、16両編成の 200kh 編成を走らせる計画がありました。そこで、16両編成に対応すべく、1989年にホーム延長工事を申請。しかし、ホーム延長工事が進められている最中の1990年6月23日、2階建て車両を1両組み込んだ、13両編成の 200kh 編成が誕生します。この13両編成の 200kh 編成は、12両しか対応できない、水沢江差駅に停車する際、1両分をはみ出して停車する、いわゆる、ドアカットが行われていました。なお、ドアカットを行うだけではなく、ドアカットが行われた車両の指定席は、水沢江差駅では発見できない仕組みとなっていました。同年12月16日より、延長部分の一部が利用できるようになり、13両編成すべてのドアから乗降が可能となり、新幹線のドアカットは約半年間だけとなったのです。なお、16両対応ホームは、1991年3月8日に完成しています。実は、16両編成が乗り入れているのに、12両対応ホームが逆に新設された新幹線ホームも存在します。それが、上越新幹線の新潟駅。上越新幹線の11番線の反対側に、在来線5番線ホームとの乗り換え用に設置された、乗り換え専用ホーム。11番線こそ、16両対応ホームなのですが、乗り換え専用ホームは、最長12両までしか対応されていないのです。過去に、E4系16両編成が乗り入れていましたが、仮に11番線に入線しても、反対側の乗り換え専用ホームは使用できないことになります。ただし、E4 系は2021年10月1日に引退済み。今後は E2 系10両、E7 系12両で運転されるため、当面の間は問題なさそうです。と思いたかったのですが、2階建てである E4 系16両編成で運転されていた列車が、今後は平屋の E7 系12両で運転されるため、輸送力不足に陥る可能性も否めないのです。特に、上越新幹線では、東京高崎間の需要は高いため、今でこそ需要は感染症の影響もあり、落ち込んでいますが、需要が元通りになった場合、E7 系のキャパシティでは足りないかもしれません。しかし、冒頭でも述べた通り、需要が急変する今、需要に対してすぐに対応できないのが鉄道の難しいところです。各社、黒字復活を目論む数年後までは、大きな投資は厳しいと思われます。今、各社が追われているのは、徹底したコストカット。無駄なものは排除し、今後を見据えた慎重な投資ができるかが重要です。それぐらい、絶対安泰と呼ばれていた JR グループは大きく揺れているのです。